皆さんこんばんは、ただの武蔵でございます。今回ですね、一丁やりますの漫画編ということで、再び深夜のお店で寝台収録をさせていただきます。でですね、今回はこちらスマスロ北斗の剣でございます。さあ、こちらの方を、いろんなですね、解析だったり、まあ、動きだったり挙動だったりをご説明しつつ、いろんな構成的挙動だったりもお見せできればなと思うので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。じゃあ打っていきましょう。今もなもうフル新品状態なんですよ。ってことはですよ、あのガックンがあるってことなんで、まあそこをまずは見させていただきますね。あれ来たもしかしたらしない仕様になってるのかもしれないですけど、もしかしたらするのかもしれないっていう、大阪府豊中市にあります、貴重な豊中神津島店様で実践をさせていただいております。僕個人的にはドッカーンっていう見せ場を作りたいなと思ってるんで、僕ちょっといろいろ YouTube 見てたんですけど、詳しいのとかはもうぶっちゃけそっち見ていただいた方がいいかなと思います。今回のコンセプトなんですけど、これ一応あの設定6にしていただいてるんで、やっぱりまず6でどんな挙動をするのかっていうのをこのカメラを通して見ていただきたいっていうのは大きなコンセプトになってます。通常時に弱ラー役で AT に当選することがあるんですね。高設定挙動にはなるんじゃないかなと思います。なのでそれをやっぱりちょっとね、カメラに収めたいなとは今回思っております。初代北斗が14とかの時なんですよ。なんでゴリゴリに打ててるわけない世代なんですよね。なんでうわ懐かしい、うわこれこれみたいなのが個人的にならないんですよ。もう正直に話します。これは僕たちがお伝えできるのは、このスマスロになった時の北斗はどんな挙動なんだっていうのをやっぱ第一に。で、今回のスペックに関してなんですけど、貫きスペック回というものを搭載しております。で AT 当たりました、継続率に漏れるまでずっとループして出続けます。なので1万9000枚まで一撃ボーンと出続けます。 AT 中に有力感が切れてるんですけども、もう一回入り直した時に関しても 84% 以上からの継続率になるので、僕たちには判別がつかないようなスペックになってます。で、あ、ごめんなさい、今スルードおっしゃったんですけど、これが一応弱スイカの出目です。なんですけどごめんなさい、若菜の上の、スイカを押しちゃったんで、もしかしたらっていう感じですね。はい。で32ゲームのカウントダウンタイマーがございますと。でこの間に広角に上がってて中段チェリーでも引こうもんなら再刺さりますという簡単な流れになります。これが今回に関しては設定が 1,2,4,5,6L の6段階設定になってます。で設定6での機械割が、113% あるので、まあ1日ちょっと積もったら結構な出玉に機械できるんじゃないかなとは思ってます。はい、これがチャンス目の出目です。中段ベルの外れで、この時何もないので、あら、これチャンス目で刺さらない、あれ即発展でしたね。はいはい、耐えますよね、耐えます。あ、耐えませんでした。あー見ました、今いきなりキリン柄のステチェン、あいやこれでアミバで、アミバの演出の時にも発展した時点で当選濃厚なんですよ。はい、ということで133ゲーム。いや、もしかしたらっすよ、あれが今日スイカやった可能性もありますけども、今の流れ的に言うとスイカでしっかり広角に上がって広角中のチャンス目で当たったっていうのが多分まあ無難な見解かなと思います。はい、ということでいきましょう。さあ、ここでも大事ですよ、赤七ぞろいしてから、スタートするんですけども、その赤七ぞろいの停止形によっても、継続率の示唆を
してるので、お見逃しはしないようにお願いします。早かったなぁ。おいよっ。あー、それは中だよな。外れやんかな、これ、いきなり。あ、はい、ということで青オーラでございます。では行きましょう。でですね、バトルパート簡単にご説明させていただくと、まず前半に30ゲームプラスアルファの、子役パートというものがございます。で、それを消化しきったら後半がバトルパートですね。なので、まずここで何を目指すかっていうのが、強レア役を引いたりして V ストックですね。 V ストックを狙っていきましょう。いい挙動は見れましたよね。弱レア役がお仕事してくれるっていうのは、やっぱこう設定挙動の一つではありますよね。はい、ということでラオウとバトルでございます。はい、まずはラオウの攻撃で、最低継続率に関しては 66% なので、まあ病的に単発で終わらせれる可能性はあるけど、蹴り、これはあの下から2番目に強い攻撃です。余計やっしゃー、ふふー。子役パートに関しては、純増が 4.1 枚ございます。でバトルパートからはちょっと減っちゃうんですけど、おで、これですね、赤7の下のスイカを狙っていただいて、こっちはフリーで大丈夫です。お、一応黒ナビの演出は来てますけど、まあ弱スイカやっぱ刺されにくいですよね。はい、弱インでございます。さあ2戦目、ここ長かったらな、ケンシロウなんだけど、蹴り、はい、また避けたよ。 66% やと思って僕は打ってるんですけど、基本的に。はい、3セット目です。最初の、初当たり時の継続率、選択率に関してはもう出ちゃってるんですけど、初当たり3回から4回に1回はその 79% を持ってこれるんじゃないかという計算になるので、やっぱいかに初当たりを早く引くかっていうのは肝心になってくるかなと思います。わ、なんかでもこの音、ええわ、ええ、これええわ。まあ、やっぱもう超一世を風靡した台ですもんね。あ、来た、とうとう。あ、ここで、あー、カドチェーで立ち上がっちゃってみ、立ち上がっちゃったらもう 84% いっちゃうからね。雲は動いてない。はい、それはもちろん倒れますよね。はい、ということで3セット394枚でまずは一発目の AT 終了でございます。で回して、そう、ボイスが発生します。で剣会いたかったに関してはもうデボス、ここだけは聞き逃さないようにしてください。天井の説明をさせていただきます。最大天井が1268ゲームプラス、アルファですね。設定変更時の場合は800ゲームが、まず天井になります。で設定変更時の800ゲームで天井に行った場合は、継続率の優遇がされるので、北斗揃いにも期待ができちゃうよっていうような天井の仕様になってます。設定変更時の天井以外に3種類天井がありまして、短縮しちゃった場合は優遇が受けれないので、これがまああの天井のお話でございます。実はあのフリーズというものが搭載されておりまして、解析に設定1っていうものが書いてあるんで、もしかしたら変わってくるのかもしれない、設定によって。で一応1でのフリーズ確率が 85,592.7 分の1、中段チェリーの確率もね、一応設定カッコ1って出てたから、まあ設定差あんだ。でね、今あの6にしてもらってマースなんですね。約400ゲーム、農協チェリーです。これ設定間違えてんじゃん、な、1なんじゃん。
北斗の拳完全復活。ちょっと待ってくれよ。レイちゃんがいるということはよ、ラオステージ。あやす。これはあるだい。ほらあるだい。ほらある。わからんくなってきた。あーごめんなさい、スイカこぼした。もう今ので刺さっていただいてもいいんですけどね。おー、おった。あーごめんなさい、おった。ほらおった。中段チェリーいらんわこの台。スイカだけでいけるわこれ。あいや、あー下段までいかんよな。はい、ということで黄色、さっきよりちょっと1段階上がりましたね、色は。さあということで継続でどれになってるか分かんないけど、79パーぐらいをね程よく見せれれば1セット目の継続バトルです。長くなかった。でドアパンチ食らう。はい、雲は動いておりますので問題なし。よし、じゃあ初代モードにしていきたいと思います。初代モードの時は V ストックとかの表示もなくなるので、中段チェリーを引いてストックしてるかどうかは分かりません。長い、ありやす。これで継続は確定でございます。ここでね、北斗百裂拳とか打った時も継続率差は出てるんで、まずはキック。あ、強水かやん。あ、今ボットしてた、強水かやん。止められましたと。これが宿命バトルでございます。これに勝てば V ストックはできるんですけど、今芯が一番期待度が低いですね。芯以外の対戦相手の時にリプレイだったり引いても50パー以上で書き換え抽選を行っているので、結構叩きどころです。これはあと1ゲーム。あ、だよな。はい、ということでこれに勝てば V ストックできてたり、トキとレイの共闘がついてきてたり、もしかしたらあったかもねーって感じです。3連の壁やな、やっぱ。はい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 、間違って立て。はい、ということで3セット315枚で終わりでございます。で一応このマックスをした時にトロフィーが出てくる可能性もあるので、そこだけは。おいおい、置いてかないでくれよ。これも確かデフォっすね。また終了時だったり朝一スタート時もそうなんですけど、どこのモードからスタートしてるかっていうのもやっぱり判別要素としてはだいぶ重要になるので、そこだけはしっかり判別できるようにしておきましょうね。
これで当たれば今定格っぽいとこでの多分チャンス面なんすよ。これ当たれば結構設定差でかいですからね。サウザーか。まあ必殺技来ちゃったしな。まあそう簡単に渡らないな。わ何からだ。ジャクチェンの演出かな。チャンス名での前兆が来たかもしれないんだけども、そのチャンス名で前兆が来た時のバトル中に引いたジャクチェンの可能性もあるんですよ。あーよー、はい、前取り。なんかようやくちょっと6らしい当たりやったね。はい、湯気です。長い。わ、やっぱ単発では終わらんな。キック、ワンチャン避けれるよ。食らう。あー、ここも止まってんな。ワンチャン来い。くー、はい、ということで2セット298枚です。これはなかなか伸ばしづれー。はーい、はい、ということでデフォルトですね。バットまだ広角におります。ちゃんと3回目よ。あ、これはやっと来た。しかも広角演出からまだリプレイを引いておりませぬ。ここは任せたぞ。ザ王道のパターンの当て方ですよね。あのちゃんと広角に上がって広角滞在時にちゃんと中断治療を刺すっていう。おい、おいよー、ヒーンということで当たりやした。はい、今回は黄色オーラからのスタートでございます。蹴り、何の音、何これ、え、何これ。あ、買ってますよっていうやつかな。はいはい、避けてます。え、何の音今の。ただただあの継続確定してる段階での、うーん、払い出し音だったのかな。蹴り、ワンチャン。あー、止まってるけども、いやー、きつかったな。2セット262枚でございます。お、引かぬこびぬ帰り見ぬ高設定した弱です。いや、マジで中断チェリーどこ行ってん。グラフはまだ悪ないんですけどね。この弱さ 100% カドチェ。よし、どうジョギオン。ある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 で、
あるでしかし全然強烈役引いてないけど、よし行こう。食らいました。あらだっすー。これはだからもしかしたら降格中のチャンス目、うん、だった可能性もあるんですけど、ちょっとめちゃくちゃスイカ引きまくってたんで。はい、ということで274ゲーム、モチベタラですね。まあまあとりあえず黄色なんすけど、ぶっちゃけこの中で継続率上げてしまえばいい話じゃないですか。もう入ってしまったんやったら行くぜ。ここでのレア役はもし内部的に入って僕が決まってた状態だったら勝利の書き換えになるんですけど、勝利確定してる場合継続率アップ抽選っていうのになるので、ここはもう引きどころですよ。今日ジャクです。キックだよ。また引いた。動いてないよ雲が。マジよし、よし。これはあるでな。はい、中段ジェリーや絶対これは。よし、やっときた。 AT 中にやっときた。期待しましょう。はいよ。おお、おお、確定やん。確定じゃんか。まあまあ、なんかちょっとすごい嬉しい。なんか久しぶりにちゃんと来た。あっし。さあレイ様が来たということで、まあ、もうこの時点でもちろんあの継続は確定してるんですけども、レイさんの共闘が来たということはですよ、すなわちラオウに勝つ、すなわち無双転生チャレンジクリアして無双転生バトル行くからの、やっぱり皆さんみたいな焦点でしょ。いろんな動画僕も見てましたけど、フリーズシーンとか焦点まだですからね。やっぱそこを見せてなんぼやと思うよな。さあ頑張って。レイヤね。僕ねこれどのタイミングであの無双転生チャレンジに行くか分かんないんですけど、攻撃は弱い。これ当たって倒してたらって感じなのかな。あーなるほどね。まあもう一回引けばいい話やからパンチ、これはいけるやつ。あれまーい、やっと500枚いきました。マジでやっと。あざっす。これなワンチャン66違うんじゃない、継続率79以上はもらえてそうな感じはするんですけどね。百裂拳中古っちゃ、すなわちそういうことでございやす。
ザーなんで、シーン以外の、キャラに関してはバトルの2ゲーム間にリプレイでも引こうもんなら、50% 以上で書き換えはできるんで、マジ大事。ここ全然ベル、まあ、もちろんあの恋愛役は勝利濃厚なので、おっし、よかったよかった。そしてあ、すごいすごい、なんか今になって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 暴れ出しました中段チェリーが。でまたサウザーなんで、これしかもないよ、押し順がない。こういうことっすよ、こういうこと。あーニヤニヤが止まらない。あー嬉しい、よし、こっからやぞこっから、頑張れレイ、必殺技でいこう。まだまだ、この次のここでプッシュボタンが出れば、あー出ない、難しいな、無双転生チャンスまでが道のりが長い。出たよ、避けろ。まあ雲も止まってますしね。さあということで7セット853枚ようやくなんか頑張って出せた気がする。復活はおいおい、置いてかないデフォルトっすね。はい、ということで39ゲーム降格からの中段チェリーを刺したと湯気です。ガチ、お前ふざけんなよマジで。よし、おーびっくりした、え今遅れじゃないっすよね、なんかちょっとなんか遅れがあったような気がしたけど、まあレバーオンちゃレバーオンっすもんね。はあ早かったなあ、いよっ早かったなー、おいよ、おー、びっくりした、きたー、うん、あ、もうか、これよ、これこれレインボー、じゃあコンセント、だから 84% 以上は確定してるんで、84% か 89% っていうのがもう1対1なんですよ。なんで 50% マジで 50%、 ただオーラの色はマジで大事、本当にレインボー。なんで湯気やねん、なんで湯気やねん、北斗揃いしてんねんからせめてちょっと頑張ってくれよ色ぐらい。ちょっと待って、よしよしよし、まあまあちょっと頑張っていきます。なんかようやくスタートラインに立てた感じはします今やっと収録開始して約4時間。ようやく見れた、これ継続率の演出になってるんですけど、まああの北斗通りしてるからあれなんですけど、これ出た時はあの 79% 以上の継続率持ってますよっていう示唆になるんで、キック食らう、あ、またこぼしもた、流れてないぞ、大丈夫か、おい、え、
これあの普通に終わったらマジで暴れますからね、マジで。よし、よかった、ヒヤヒヤさせんなよ。おお、ちょっと待って、早いな。ゴーショーハはちょっと早いな。あ、よかった、よし、よし、ありがとうございます。わー、やっぱさすがに厳しいか。あー、まとまってるしな、厳しいよな。はい、ということで7セット766枚。さっきより出てへんの。おいおい、でかなデフォルトっすね。あ、ババア。え、まあこれもあのでかいババアは確定なんで、はい、ということで665ゲームえい、赤7のZ280 枚です。長時間にわたってね、寝台のちょっと収録をさせていただいてたんですけど、最後にね、あの演出だけは見せたいなと。僕もね、実はこう見えて家系がね、北斗の家系なんで、一応ちょっと技だけやっときます。はあ、北斗百裂拳。よっしゃー、はいはい見て20セット焦点演出です。やっぱその演出だけはね、最速でちょっとお見せしたいなと思います。はい、では行きましょう。焦点ですか。これが、あら、え、最大の友ってちょっとなんか、せっかく天使やったのに、あなたと最大の友でした、あのリプレイでなんか切れるやつ。はい、お疲れ様でございました。まず3枚の結果から言うと、プラス、600枚ほどになりました。中段チェリーに関して言うと279分の1だったんですよ。1で200ちょいだったんで、引けなさすぎかなっていうのがありました。で、追加に関しては69.75分の1、カードチェリーに 73.1 分の1っていう実践値になりました。あの通常時に関して言うと、どこで中段チェリーを引くかっていうのがかなり重要になってくるので、だいぶ自力感はあるなっていうのは打感で思いました。なのでぶっちゃけ1でも6でもグラフでの判別が難しいっていうのがあって、5台6を実践でずっとデータ取りをしてたんですけど、やっぱ一撃パーンと取れてる台もあるし、揉みながら伸ばしてる台もあるんで、分かんなかったです。あ、これぞ6なんだなっていうのがちょっと実感はできなかったんですけど、その分あの1でも6でも継続率さえ引っ張ってこれればなかなかやれる台ではあったので、どこからでもチャンスはあるなっていう印象でした。はい、今回あの収録させていただいたコーナー、豊中神津島店さんなんですけども、4月3日に10台スマスロ北斗の剣が稼働スタートとなります。
はい、でですね、貴重なグループで、全体なんですけど、大阪、奈良、和歌山エリアで、スマスロの北斗の拳が合計282台、兵庫、京都、福井、滋賀エリア合計224台入ります。ほとんどがですね、4月3日の稼働スタートっていうようなことになりますので、月曜日ですからね、これちょっと仕事サボっていくしかないんじゃないかな。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっと今回はまんまい出せなかったですけど、次回はまたまんまい出せるように頑張ります。本日もありがとうございました。北斗の拳完全復活。